ございます。おはようございます。静電気がすごい。天気がすごくて髪の毛がボサボサ。ちょっとトイレ行ってくる。はい、帰ってきました。おはよう。今会社に歩き寄る。行ってらっしゃい。行ってらっしゃいです。ゆうじさん、スノードームありがとうございます。おはよう。鈴人さん、ハートありがとうございます。おはよう。おはよう。なんか頬がビクビクする。おはー。ウラッチさん、リンタロウさん、ハートありがとうございます。鈴人さん、スノードームありがとう。おはよう。おはようございます。リンタロウさん、スノードームありがとう。おはブロンコさん、ハートありがとうございます。一人でモノマネしてます、おもろい。おはよう。昨日忖度したよ、ありがとう。あり
ありがとう。中村殿の住人さん、スノードームありがとうございます。静電気やば。なんでこの部屋乾燥してんのかな。やばい、静電気がやばい。そう、昨日たくさん忖度してくれた。照明さんもスノードームありがとうございます。加湿器つけてます。乾燥してるかも。でも加湿器はつけてるんですよね。そうなんですよ。もう髪の毛はめっちゃ乾燥してる。乾燥してるっていうかパッサパサなんだけど。おはよう。クロちゃん、スノードームありがとう。リンタロウさんも誰もありがとうございます。めっちゃ目痛い。昨日さ、昨日のカノンちゃんの配信でさ、カノンちゃんがボサボサなんじゃなくてね、これね乾燥してね、パサパサなんだよ。ボサボサじゃなくてパサパサなの。めっちゃパサパサなの。なんでだろう。そう、ボサボサではない、パサパサです。昨日かのんちゃんの配信見ててね、めっちゃなんか美味しそうなもの食べてた。おはよう。ブロンコさん、だるまありがとうございます。今日目覚め良くない。私？さっき？やばい。携帯充電するの忘れてた。これはしてたっけ？あれ？あ、してた。何を食べたの？何も食べてないよ。ひなちゃんが絵描いてくれたん。描いてくれたっていうよりかは描いてって言いました。描いてくれたっていうよりかは描いてって言いました。うん、さっきマイス食べてたやん。うん、食べたけど。なんで？はじめまして、福岡から見てます。はじめまして。パサパサヘア、そうパサパサなんですよね。なんかコンディショナーは毎回使って、すっごいパサパサなんですよ。でオイル塗ったけど全然治んない。はじめまして、こんばんは。こんばんじゃない、おはようございますか。おはよう。さっきは目覚め良さそうやん。ほんと？おはよう。目覚め良いわけでも悪いわけでもないって感じですね。日曜日のスタジオの夜公演のチケットのトレードに応募したけど1枚しか当たらんか。当た1枚しかないから当たらんやろな。そうなんだ。1枚、やばみやばおですね。おはよう。うん、今日は目だ、映さないです。目を映した、髪の毛が映すんですけど、髪の毛はボサボサすぎてもう無理です。なんかめっちゃ髪の毛バサバサなんですよね。なんでだろう、よくわからん。乾燥しすぎたのかな。でも肌はそんなに乾燥してないんですけどね。髪の毛だけ乾燥して、
乾かしたよ。おはよう。最近楽しい夢見ましたか？車の中にカノンちゃんとサキとアリノンが乗ってる夢を見ました。最近楽しい夢はそれだけかな。今日夢見てないんですよ。夢見たいな。5時起きの時とはえらい違いだ。そうかな。あまり変わらない。何もあんまり変わりません。なんか変わってる？逆に。口元配信。ヤバミヤバオというのがあるんですか？ヤバミヤバオは菅原のね、シュータンプなんですけど、使い方がいまいちわかりません。大地さん、スノードームありがとう。おはよう。いや、今日はミチは来ないですね、多分来ないです。鼻と口と顎しか見えねえ。鼻と口と顎しか見せてません。おはようございます。りんたろーさん、ハートありがとうございます。水族館以来です。お、やっほーだね。あーよ、クリちゃん、髪の毛じゃねえ、間違えた。スノードームありがとうございます。1時間睡眠で起きました。やば、1時間寝たうちに入らんくない？仮眠じゃん、仮眠。そっか、おはよう。7時から顔見ると思ったんだが、え、7時じゃないですか。7時ですけど、シュタンプ意外と使える。確かに。でもさっきあれ自分で考えてないと思う。勝手に考えられた。絶対さっきもうちょっと考えとったらいいの絶対作っとるはずよ。ヤバミヤバオなんてさっき言ったこともないもん。なんなら今日爆睡してた。昨日はこんなにもってくらい当たらんかった。確かに昨日なんかめっちゃいろんな人がやってた。あんにゃん、使い方はパス切り。いや、なんかね、あれ自分でね出してないんですよね。そう、髪の毛やばい。そう、さっきあれ多分使ってない。だってヤバミヤバオとか使ったことないもん。しゃぶしゃぶとすき焼きどっちが好き？すき焼き。菅原さん、目が見えないよ。目見えて見せてないよ。いやね、目を見せるとね、髪の毛が映るんですよ。髪の毛を映すとね、多分びっくりするぐらいバサバサすぎてね、見せたくないの。さっきのために起きた。ありがとう。肌は潤ってるけどね。でも化粧水とかもう塗らないんですよ。おはよう。やばみ。なんかね、4回連続とか3回連続とか当たる人はねいたけど、一回しか当たらんかった人もいたよね、中には。でね、面白かったのがね、3回連続ぐらい当たってね、菅原を信じてた人がいた。
もともと誰だったかな、あんまり見てなかったんだけど、もともとなんか違う子だったんだけど、3回連続も当たってたら先押しにしてくれてた。おはよう。そう、ヤバミヤバオが挨拶代わりになってしまって、確かにヤバミヤバオはね、さっきもなんかいまいちまだ使い方分かってないんですよ。スマホで見てたら小さすぎて紙質は伝わってこない。伝わる、絶対伝わる。やばいよ、もう手触りが全然違うもん昨日と。ひどい話だ。うん、化粧水は飾りだったっけ。そうだよ、あと1回でハピネスなんだな。そうなのか、ハピネス、もうちょっとで黒になるじゃん。じゃあ未だゼロなのはヤバミヤバ、ゼロだっけ。うん、そう言われたらゼロかもしれん。あれを本人とあるとちょっと変えたくなる気持ちもわかる。確かに。それはそう。でもいいと思う、いいと思う。だっけ、あんまりカードとか称号とかあんまり見ないけどって感じ。でも滝の誕生日のカードが、さっき自分の今の一押しカードが自分の誕生日のカードなんですけど、そのカードが全部揃ってたらスクショしてメールで送ってる。基本スクショして、やばい、みんな揃ってるカード、イエイみたいな感じで送ってます。さっきとは今まで2回当たったことある。お、2回対決したね。ここだけの話、推しの配信よりさっきの配信見てしまう。それはもう推し編ですね。50カウントありがとう。ただしパソコンの大画面で見てる人は、見てる人話さっき強いんだよね。さっきも誕生日カードね、覚醒させたい、さっきもさせたくて、今誕生日カードのレベルだけ一番高い95とか、なんかでもそんなもんか、95とかそのぐらいなんだよね。 1.5 押しがいつの間にか1押し、やろう。そうなんですよね。 1.5 じゃ間違えた。1.5 じゃなくて七並べのカードの、あ、ほら94だった。94、今2枚覚醒してるんですよ。あ、凛太郎さんハートありがとう。昨日やっと5連勝して連勝イベントクリアできた。あ、そうなんだ。95とかどんだけやってる？え、めっちゃやってるよ、本当に。覚醒してるのが2枚と、覚醒してるの2枚あるけど、その星1と星2を覚醒してるんだけど、星1がもう覚醒して 58% で、2枚目の星2が覚醒して51なの。もう半分はいってて、でもうちょっとで覚醒しそうなのが94が2枚。イエイ、天才。結構やってて、多分もう少しで覚醒するんだけど。おはよう。赤くなっちゃった、顎持ちすぎて。94だった、4。
覚醒してます。2枚。そう、自分のカードあんまり覚醒してないんですよね、自分の。え、あ、びっくりした、葵ちゃんだった。あ、覚醒してるのは4枚、全部で4枚、使ってるのは2枚。そうさ、覚醒してます。6枚ぐらい覚醒してすごいね。5連勝なかなかできん。確かにシーズン2の R はプラスになった。あ、そう、どういうことあ、そうとかって、そうなんて言おうとしたけど、どういうことやろうと思って。どういうこと。関東終わったよ、ありがとう、おはよう。大地さんハート、ミッチーさんもハートありがとうございます。なかなかレベル上がらない。レベル？レベルはでも結構、あ、確かにレベルってなんか上がりにくいよね。レベルと、レベルと順位は上がりにくい。なかなか上がらない、確かに。葵ちゃんとなかなか対戦できないよね知らない知らない、他の子なんて知らないもん。先、残念だけど残念だけどさ、知らないんだ、ごめんね。ではカウントスタート、イエイ。今回の連勝イベントは何回も連勝を防止されて苦戦してやっとできた5連勝。え、いいな、さっき5連勝1回もできないんだけど。てかまだ3連勝もできてない3連勝難しい、3連勝ができない。やばいやばいやばい、さっき昨日まで3位だったのに3位下がったんだけど、やばいやばいやばい、やらなきゃ。ちょ待って、さ、差がない差がない、あんまり差がない。よし頑張る、よし頑張るぞ。七並べしてマージャンして最近大変。確かにマージャンでも分かんないもんだって、さっきやってない。阻止か、阻止。さっきはメンバー誰と当たってる？最近当たったのはソラハちゃんとマイキューかな。ソラハちゃんとマイキュー、ドラフト生結構当たります。でもアイポンとユラちゃんは、トウキちゃんは当たったことないかな。あ、あるわ、オキちゃんある、あるかな、分からん、忘れた。今日名前何にしよっかな。七並べ、当たった人にしか分からない名前にしよう。当たった人だからショールームでは言わないでおこうと。何にしようかな。てか七並べ自体イストリーゲームみたいなもんだから。確かにそれはそう。4連勝した、いいな。どうやってやってるの。なんていう名前にしよう。今配信しながら麻雀してる、あらら3連勝はいけるけど5連勝は無理ゲー、無理ゲー。確かに難しいよね。3も無理。昨日は孫太くんありがとう違うよ孫太くんは私は人にはしません、されたい側です。また名前変えんとあかんなるやん何にしよっかな名前。スガキンと対戦できる、いつか、いつスガキンと対戦できることやら。スガキンね、基本七並べ
あれだって5分置きしかしてないって。さっき以外のメンバーが一般では出なくメンバーということはあった？どういうこと？どういうこと？どういうこと？これ超難しいよね。ちょっと間開けた方が勝てる。どういうこと？間開けるとは？いいな、5連勝したのいいな、羨ましい。おはよう、カウントありがとう。今まで誰と当たったかって言ったら、今まで当たったのは、いくよ、みっちゅ、ココア、ももちゃん、みゆみゆ、はるるん、のんちゃん、ゆみりん、こっこ、まひちゃん、あおいちゃん、ふくちゃん、パルト、アリちゃん、かほたる、ほのた、そらはちゃん、まきゅ、以上です。以上です。で、その中でも一番多いのがアリちゃんです。アリちゃん、ロマンスまで持ってます、ちなみに。アリちゃんはロマンスまで持ってますね。ロマンスまで、ロマンス止まりです。さっき言って当たろうとするとソラハファンとよく当たる。そうなの？さっきはね、なんだろう、さっきも当たりたい、早く5連勝初日で終わった。待って、じゃあやってよ、さっきの携帯貸してあげるからやってほしい、ほんと。最初終わったずら、ありがとう。りんたろうさん、誰もありがとうございます。スガキンと何回当たったかな、何回当たった、称号で分かるよ、称号で。つまり要するに残り3人が全員メンバー、あるあるある、パルトとももちゃんとアリちゃんとサキで4人でやりました。7並べ、せーので押しました、それはさすがに。せーので、まぐれで3人あた4人でやったことはないけど、そう、せーので やりました。おはよう、結構当たってるやん。そうなの、ひなちゃん当たってない。ひなちゃんやってるやってる、ところで結構当たってる。そう、奈良さんと当たった時はすごかった。いいな、先まだ奈良さんと当たったことない。まひちゃんと当たらないかって、推しとは当たらないのはなぜだ。そうしそうはやっぱ奇跡に近いのかもしれない。あやさん、誰もありがとうございます。レッスンの時にメンバーとやってるのか。うん、ね、レッスンじゃなくてね、幕張とか行く時の新幹線とかロケ車とかでやってます。基本めっちゃ楽しい。あと待ち時間が長い時の何かでやってます。基本奈良さんと当たった時はビビった。いいなぁ、奈良さんと当たるの羨ましい。でもね、新幹線とか乗ってると通信が悪くなっちゃってね、たまに切れるんですよ。その時はカードとか早く出したりすることあるんですけど、不機嫌になったわけじゃないからねっていうのを皆さんに知ってもらいたい。なんかさ、カード早く出すからめっちゃなんか、あ、早くしろって意味なのかなって思っちゃうじゃん、やっぱ。でもスガキンはそんなことじゃなくって、通信が切れたか切れてないかぐらいのあれで思っててください。そう、結構そういうのってあるよね。なんか早く出すからなんかめっちゃなんか不機嫌なんかなとかって思われる瞬間とかって多分あると思うんです。さっきもあるから、逆に早く出しすぎ、早く出されると、あ、なんか早く終わらさんといけんのかなって思っちゃうから焦っちゃって、その時は早く出してるんですけど、普段はだけはトントンって押してるぐらい、ゆっくりトントン、トントンと押してるぐらいゆっくりなんで、考えながら出してるんでね、一応。おはよう、さっきのときめきはあるが使ってない？いいよ、別に称号は別に、推しカードを作ってくれ、推し面カードを使ってくれると私は嬉しい。おはよう、
キャラレアのバルトのときめき持ってる。いいな、いいな、いいな。バルトのときめき持ってんの？さっききらめきしかないまだ。バルトはきらめきしかない。あ、きらめきの方が上じゃんか。イエイイエイ、今気づいた。みっちー早く来ないかな。来ません。めっちゃ連投してる。確かに あんまりなんとも思ってないあんまりなんとも思ってないです。連投するとね、日韓現代の現代のねポイントに入るからなんとも思ってない。ときめきは20人ぐらい持ってる。すごい。ときめきってでも結構持ってるよね。わかる。山陽本線はトンネルで県外、県外になるところはなくなってるからね。あ、そうなんだ。いいね。ときめきは20人ぐらい。やば、めっちゃやってるじゃんそう、これ楽屋からお持ち帰りしたお茶です。ちなみに生茶、私が大好きな生茶です。青崎同時に当たりたい。なんか1回でもさっき葵ちゃんと当たったこと、1回なんかたまたまほんまに当たったことあって、2回ぐらい。そうです、当たったことある。でなんかうわーって思ってめっちゃヤバみヤバを打ってた覚えがある。遅い人はスタンプで煽ります。確かに。でもさっきも多分煽りがちやと思う。煽ってる人を見たら煽りたくなるタイプその七並べよね。そう、昨日はあんまり七並べやってなかったから順位がめっちゃ下がってる。確かに、さっきも下がっちゃった。なんか昨日ロケだったからさ、全然やってなくて下がってた。気づいたらおはよう。今日も唇配信。そうだよ、今日葵ちゃんのリップつけてる。キラキラときめき。そう、でも一番言ってんのはアリちゃんかな。アリちゃんのロマンスです。ちなみに今サキが使ってるのはめちゃベテランってやつ、あの緑のめちゃベテランっていうやつです。誰でも持ってるやつじゃない多分。七並べ国民でもよかったんだけど。七並べって何？七並べっていうのは真ん中に7のカードをさっきなんかずらーって最初置いてて、それを真ん中からこう出していく。7の次は6、7、8、9、10、9、6、7、8、9、10、なんか ABC みたいなやつで、右に行くと6、7、8、9、10、11で上がっていって、左に行くと5、4、3、2、1って下がっていくやつのトランプのカードで、これをメンバーとファンの人で4人で対戦する神ゲーム。めっちゃ神ゲーム。さきちゃんと葵ちゃんしか証拠持ってない。そうなの？いいことじゃん。イエイイエイイエイ。さっきにいつもスタンプで煽られてます。私スタンプで煽ったことファンの方はないです。ちなみにめっちゃカード出さない人しか煽らないです。普段は煽ってないです、残念ながら。多分思い違いかな。ヤバミヤバオはトンネルされた時に使うとよろしい。ヤバミヤバオってあれ私考えてないですからね、言っときますけどでも使えるよね。葵ちゃんも使ってくれてる。なんか称号って喜怒哀楽が欲しいよね。じゃけどね、称号って5個しか持てんじゃん。対戦するとき6個だっけ、5個。じゃけどね、喜怒哀楽があれなんだよね。これと何にしよう、これがいいか。称号変えた。ヤバミヤバオと受けるしか使ってない。称号じゃねえわ、シュタンプは。さっきの目が映ってない。映してません。生茶今飲んでた自分。お揃い。生茶が一番よね。お茶会の中で生茶が一番美味しいと思う。
ってココアも言ってたぐらいさっきも大好きでめっちゃ好きなんですよ、ナムちゃん。にをおにのように配信してる、頑張ってるんだよ。さっきの次は福ちゃんによく当たる。そうなんだ、レベル上がるともらえるやつか。そうそうだよ、ブワ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 。称号で自分にベテラン感を出してるんだな。そうだよ、まあ七並べのベテランなんですね、私結構やってるんで。はい、ありがとうございます。昨日ね、あのさ、ちょっとみんなにね聞きたいことがあるんだけど、ボーナスタイムってあるじゃん。ボーナスタイムの時にさ、コイン倍増の件とかさ、なんだっけ、育成倍増の件って使ったらどうなるの？倍になるの？ボーナスだから、どうなるんだろうと思って。レベル上がるともらえる、そう。髪の毛煽られたらウケるのスタンプを使おうと思ってセットしてます。ウケる、それはウケる、それがウケそう。そうしよう、ぜひも。コイン倍増は関係ない。あ、そうなんだ。コインは倍増されんのや。じゃあ育成はどうなん？育成は？ネキ一応ボーナスポイントにしか使ってないけどね。ボーナスタイムか。コインは変わらない。あ、そうなんだ。昨日コインずっとやってたんですよ。2倍のね、コインの方ずっとやってて。あ、育成の方が関係あるんだ。じゃあ育成使おう、今日から。ボーナスポイント。いや、コイン倍増のカードが、2倍のカードが20枚ぐらいあったんですよ。使おうと思って使ってました、貯めてたんですよ。ごめん、ごじった、めっちゃごじったね。めっちゃごじったね、びっくり。あ、そうなんだ。じゃあ育成使おう、今日育成ね、全部でね、倍増育成の方は2枚が19枚、あ、違う、2倍が19枚、3倍が5枚、10倍が7枚なんですよ。そうなんでちょ、ピーポーピーポー言うてる。1位で20から40で80の育成の、いいの？いいのいいの。もちろん理論上はさらに倍。ああ、そういうことか。上には上がおるってやつよね。七並べ頑張ろうっと。普段あんまりグーバイで使わない、めっちゃ溜まってる。いいな、さっきもあんまり使わない、あんまり使わないからめっちゃ溜まってて、いや使おうって思って使いました。カード1枚も出さずにバーストしたことある？あるよ、もうそれめっちゃ腹立たん。でさ、何でさ、早く終わるじゃん。十何枚をさバストしちゃった時ってほんと暇じゃない？自分はバストした人はめっちゃ暇よね。さっきもさ、一回どころかもう何回もそれ経験しとるけんさ、めっちゃでさ、相手のさ、足なんかの体勢見に行けんのね、もうムカついてムカついて切ったろうかなって思うぐらいムカつくけど、まあこれもまた人生と思って見てます。やっほー、おはよう。倍増券使うとほとんど良い。え、そう？そうですかいね。そんなことある？本当？うん、ピーポー止まった。その辺なのかな。今。1位にはなかなかなれない。あ、そうなんだ。なんでだろう、なんでだろう、なんでだろう。
そんな時は着るけど。どういうこと？足ビリビリしてる。また心が広いスガキン。そうだよ、スガキンまあ優しいから。一枚も出さずに終わる。もう一枚も出さずに終わった時のね、もう絶望感やばいよね。ああバストロブと思って、まあバストロブは使わってないんですけど、バストロブって多分一番使えると思う。称号の中で一番使えると思います。その時はホームボタンを押して閉じましょう。そうですね、そうです。あ、やばいやばいやばい、足がビリビリしてる。やばいやばいやばい、ちょっと待って、落ち着いて、座ら、足が痛いよ、足が痛いよ。12月になって一層さっきのメールが増えて嬉しい。さっきのメールやばいっしょ今。追いついてる？ちゃんと追いついて読んでる？ちゃんとしっかり。一瞬さっきを迎えに来たのかとよく言われる。ビボでしょ、ビボビボでしょ。50巻としてありがとう。スガキンに何度バーストされた。スガキン割と強いからさ、強いし、みんなが結構多忖度してくれる。おはよう。スガメールめっちゃ多くて焦ってる自分。やだ。お、なんかね、12月はねちょっと多くしようかなと思って、めっちゃ多いです。そんな時はわざと回数に切断してる。いいね、それがいい。失礼いたしました。スタンプにしてほしい。それの失礼いたしましたがいいよね、やっぱ。それかやめなさいよがいい。やめなさいよがいいよね。メール嬉しい、本当嬉しい、ありがとう。こっちも嬉しいです。いいよ、メールの返信はね1日1通でいいんだよ。先の中で、なんか今日のこれベストだなと思ったやつがやつでいいんだよ。もうね、そう、多分大変だとは思う。私もそう思う。送ってる方もね結構大変なところはちょっといろいろあるんですよ、いろんな点でね。けどやっぱいいよ、メールは1日1通返せればそれでいいんだから。みんなみんなも無理しないで。やめなさいよ、やめなさいよ。セブンイレブンの新作メロンパン美味しい。確かに食べてないけど。食べてないけど、うん、最近ね全然コンビニ行ってないんだよね。でも昨日かのんちゃんが配信で食べてたやつは食べたいなって思いました。リップがなんか薄い気がする。ちなみにこれひなちゃんとふーちゃんとすがきんとココアの関節中関節キッス。すいません、キモいです。はい、かのんちゃんと仲良しよ。すがきんメールはねメールが多いんですよ。多分20通ぐらい送るんですけど、今月は20通送るんですけど、20通送ることによってやっぱ読むのだるいじゃないですか、何行も何行もあったら。けど短いです、今日今月1行だもんだって。今月は1行。ほんとメール読みやすい、ほんとよき。あれからパルトに会った？待ってない。レッスン上で一回会った。食べなさいよ、食べてない最近。さっき料理できるの？うん。おはよう。なんか最近 NG ワード多いよね。なんかわかる気がする。すっごい多いよね。多いよね。
用リップ、リップ買うんだよな。なんで？今 G メールでそのまま返してるけど、ハッシュタグさんメールで返した方がいい。うん、ツイッターに書いてくれた方が結構読みやすいっちゃ読みやすいかも。私早く読めるから。もうカゼットと同じようなこと書かないで。カゼットもなんかコメントでなんかそんなこと書いてたような気がしたけど、どうだったっけ、忘れたけど。ねえ、さっきのリップはティント？うん、ティントじゃないんだけど、なんかこんなやつ、こんなやつでーす。斜めのやつ。さっきあんまりこういうタイプのリップ使わないんですけど、なんかこれ発色が良かったから買おうと思って使ったんで、これリピート しようかなと思ってます。うん、でも1日1通返せれば本当にいいと思いますよ。先のメールはマジで多いから追いつかないのは当たり前やと思う。確かに本当に思う。それはさっきもそう思いますよ。だから1日1通でいいんだよ、メール返すのは。急いでさっき抜かないと。急ぐことある。急ぐことある。まだ今月始まったばっかだよ。そうだよ、マイヤーのやつでしょ。そう、めっちゃいいよ発色。あ、うらっちさんハートありがとうございます。おはよう。今日はね、朝も七並べしようかなと思うんだけど、どう思う？どうしよっかな。どうしよう。迷う。どうぴよどうぴよどうぴよぴよぴよどうぴよ。何どうしよう。七並べ今日朝する予定なんですけど、ボーナスタイムしよっかな。でも今日お昼できないんだよね、レッスンあるから。カラオケの動画あげるけど、あげてほしい曲ある？ない。365ぐらい。365か、キスマッチ。あー、やめた。キスマッチじゃなくて NGT さんの、あー、世界はがいいかな。ひなちゃんも昨日買ったって言ってた。そう、ふーちゃんひなちゃん先で、これ一緒なんですよ。多分430番のリップ、そう、おすすめしたんですよ。そしたら2人ともハマっちゃって、買おうって言って買ってましたね。あ、布団が寒いよ。買うって言って2人とも速攻買いに行ってましたよ。ロケ終わって、ロケ収録が終わって。大地さん、バラありがとうございます。ミッチーさんもスノードームありがとうございます。いや、あげなくていい、あげなくていい、マジであげなくていい。本当にあげなくていい。七並べ何時からしよう、どうしよう。七並べ何時からしようかな。今日は待って待って、でも早い早いから、待ってよ。いいね。え、待って、何時からだっけ今日レッスン。あ、そっか、今日朝しない、七並べ。朝は七並べしなくて夜やる、やっぱり10時、夜の10時断る。よく言ってるじゃん、先がキスマッチ歌ったら断る。だから私も断る。断る断る。明日がルサさんだる祭りありがとうございます。夜から、うん、夜から七並べするね。夜っていうか10時から七並べします。10時頃からちゃうレッスン。え、何がですか。何がですか。
10時からレッスンないんですけど夜の10時からはレッスンないですよ。さっきの称号ちょうだい。当たろう。七並べ10時からやるから、今日夜のね。今日も配信早く始めて早く終わろう、寝よてか七並べをゆっくりしたい時ってマジでお風呂先に入っとくタイプなんですよ。だから10時までにお風呂入らなきゃいけない。昨日もさ、昨日お風呂で寝てて、お風呂出たの9時57分とかなんかそのぐらいだったんですよ。ギリギリと思って危なかった。おはようりんたろうさん、誰もありがとうございます。そう、お風呂でまた寝てた。うん、まだ寝てました。爆睡だった。でもさ、お風呂聞いて、お風呂で寝たらさ、喉枯れなくないっていうことに気づきました。蒸気があるから枯れないかなと思って、枯れないと思いながら何分お風呂で寝てた。でも2分とか1分とかなんかそんぐらいだと思う。またそのまたささんの YouTube 見てて、1分とか2分しか経過してなかったから、あ、まあ、そのぐらいしか寝てないならいいやと思って。うん、水には沈みません、残念。お風呂で室並べしたらゆだるよ。確かに。で、今日お風呂の中で携帯いじることができないんですよ、いまいち。なんかちょっと酔うっていうか、なんかあったかい、あんまり暑いところで携帯いじれないんですよね。夏とかあんまり携帯いじらないようにしています。おはよう。そう、やばいんですよ。お風呂後回しにすると結局入れないまま終わる。そう、12時までね入れなくなっちゃうの。だから早く入ろうと思って入ってました。喉は大丈夫だけど寝ないように気をつけなさいよ。はい、頑張ります。ちなみに携帯はお風呂に持っていかない方がいい。ん？大丈夫？私これ水、あれだから、防水だから。最近の携帯は防水なんでね、防水機能ついてるんよ。なんかこっちの今ショールームしてる端末は防水機能ついてないけど、 iPhone X は防水機能ついてるから大丈夫。あ、もう少々。私 iPhone X のなんかさっき見たんですよ、なんかお水に入れてみたとかやつ、全然余裕だった。中でもいじれてた。携帯ってすげえなと思って思ってました。そう、携帯暑いとこで携帯出てたらめっちゃ酔うんですよね。そう、麻酔優さん、ハートありがとうございます。そうっていう動画を見ました。私実践はさすがにちょっと勇気がないのでできないんですけど、そう、すごいと思って。味方なの。ジップロック使ってない。ジップロックないんだもん。だってじゃあなぜ使う？え、どういうこと？使うって。じゃあそろそろ壇上読みますね。あと2分しかない。壇上読みます。ごめん、のんちゃん見てた。そういうとこだよ、そういうとこ、そういうとこだよ。13位ブロンコさん、11位コーヒーさん、9位カズさん、7位ヒデヒデさん、5位が菅原ダイヤモンドさん、ありがとうございます。いつかお風呂配信しないよありがとう。13位スエンさん、10位スーさん、8位エンドさん、6位ノボルさん、4位が杉蔵さん、ありがとうございます。ありがとう、杉蔵さん、うん、合ってる、ありがとうございます。7位、あ、じゃない、間違えた、3位大地さん、2位がうらっちさん、1位がみっちーさんでした。ありがとうございます。杉蔵さんってこれ住人さん、住人さん杉蔵さんっていうの、わかった、ありがとう。じゃあ
ペシャルギフトも今日はたくさん、今日も配信たくさん、いたたたた、手が痛い、ありがとうございました。そうです、 OK 住人さんね、 OK。 じゃあ今日も一日皆さん頑張ってください。七並べは朝とか昼はできませんので、やりませんですけど夜にやりたいと思います。ということで今日も一日頑張りましょう。頑張ろうね。ぴょん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 、うさぎ、バイバイせーの、まいちゃん、おやすみ、おやすみ中、間違った、おやすみじゃない、頑張ろう、バイバイ